前田健さん急死、44歳、路上で倒れ緊急搬送。あややモノマネで人気。心肺停止状態で病院に搬送されていたお笑いタレントの前田健さんが、4月26日午前1時36分、死去した。44歳だった。東京都出身。前田さんは、24日午後7時15分ごろ、新宿区新宿3丁目の繁華街の路上で突然嘔吐した後、倒れた。通りかかった医大生を名乗る男性が心臓マッサージをし、10分後に救急車が到着して、心肺停止状態で病院へ搬送。所属事務所は、25日に心肺停止の状態で救急車に搬送されました。現在も治療中ですとコメントしたが、懸命な治療もかなわず、26日未明に息を引き取った。前田さんは、24日、自身のツイッターを更新。夕方に、人は、さ、近くの小さな夢と、遠くの大きな夢があった方がいいねとつぶやいた後、新宿三丁目の飲食店で食事をしたことを綴っていた。歌手の松浦亜弥、29、のモノマネでブレイク。本人からも似ていると認められ、ゲームソフトの CM で共演した。近年は俳優としても活動していた。